あら、やっと来たわね。ええ、わざわざ来てやったわよ。感謝しなさい。散々待たせてくれたお礼をしてあげないとね。サービスとお仕置き、どっちがお好みかしら。お仕置きを、お仕置き痛み成分マシマシを所望いたします。お前は下がっていろ、頼むから。そんな、お姉様。変わらないわね、あの子は。まったく、あんたのせいであんなおかしくなっちゃったのよ。とんだ言いがかりね。あの子をああしたのはあなた自身でしょ。それはまあそうなんだけど。ああ、もうややこしい。偽物はさっさと消えなさい。あなたも相変わらず短気ね。でも私に勝てるかしら。私たちの中で一番攻撃的な性格である私に。ねえ、そういうやつに限って攻められると意外に弱かったりするんでしょ。私自身のことだもん、よーく分かってるわよ。ちょうどいい遊び相手ね。私が攻め、次は誰が私のものになりたいの。よたつき。さあ、次は誰が私のものになりたいの。圧倒的な勝利ね。レベルアップ。レベル今女の子たちの祝福の、ま、いや別によ。あらあら、負けちゃったわね。当然、たかが性格の一個が全性格を兼ね備えた私に勝てるはずないじゃない。さーて、負けたからにはどうなるか分かってるわよね。ええ、実はね、待ち遠しくてずっとうずうずしていたの。さあ、今日は特別サービスよ。私の体を好きなように使いなさい。プリュプルー。いいのよ、遠慮しないで。さあおいで。プリュがっついちゃって、まるで盛りのついた野良犬ね。さあ、犬は犬らしく丁寧にご主人様の体を舐め回しなさい。汚れ一つ残さないよ、じっくりねっぷりと。ああそうよ、上出来だわ。もっと、もっと激しく洗いなさい。もっと私を高ぶらせて。もっと、もっと洗うしか能がないんだから、もっと。ああいい感じ、もう少し、もう少しで私も。うるふん。お姉様がこんなちんまりとした姿に。泣きそうな顔してんじゃないの。もともとそいつは偽物でしょ。本物のお姉さまはなかなか変身してくださらないし。なあ、もうめんどくさいわね。全部片付けたら、その
少しは可愛がってあげるから。だから元気出しなさい。本当ですか？本当よ。だから約束ですよ。絶対ですよ。破ったりしたら私だー、しつこい、わかってるわよ。